コーヒー桜の大西です。先日、ちょっと大きなエアロプレスをご紹介をさせていただきました。こちらなんですけども、こちらの日本ではまだ発売されてなくて、アメリカのエアロプレス社から、販売はされております。でその時に一緒に購入しましたのが、こちらの商品、エアロプレスなんですけども、トライタンでできています。まあ、トライタンっていうのはちょっと特殊なプラスチックで、加工の仕方によっては、まあ、全く割れなかったりだとか、全般的には割れにくい素材になっています。それと有害な化学物質として知られている BPA というものが、含まれていませんので、より安全に、使用することができます。例えばですね、医療器具とか、トライタンが使われているようですし、哺乳瓶にも、多くの場合トライタンが使われております。私自身もですね、自宅になんかこういろいろなトライタン製のこうなんでしょうね、ジューサーだとかそういうものも持ってますし、当店からですね3年ぐらい前だったかもしれませんけども、こういう割れないコーヒーサーバー、こちらはですね完全に絶対に割れませんけども、割れないコーヒーサーバーも発売しております。こちらトライタン製になっています。でこれやっぱりですね、成形の仕方によってはちょっと割れてしまうことがあって、これ一度もですねちょっと一回不良品があって皆様には大変なご迷惑をおかけしたんですけども、成形の仕方によってはもう完全に割れない製品になっています。でただこちらのですね、エアロプス社のものが完全に割れないトライタンかどうかはちょっと分かりませんけども、トライタンはまあ全般的にはまあ割れにくい素材になっています。ただ傷はやっぱりつきますので、使っているうちには傷はつくんですけども、まあ、最初の時はですねすごいこう輝きがよくて、というか、まあ、ガラスみたいな感じの、素材になってます。で他にも、ハリオの V60 のトライタン製というものも、まあ、以前は販売をされてましたし、当店でも販売はしていました。であとこちらのフラワーのドリッパーのディープ27というのもトライタンでできています。で、何度かご紹介させていただいてます、こちらのクレバー、こちらもトライタンでできてますし、こちらのちょっとあちらにあるんですけど、こちらにあるコマンダンテにも、トライタンの部品が一部使用されています。最近本当に食品に使われるプラスチックとしてトライタンがすごく多く使われるようになってきましたけども、エアロプレスも、トライタンで、できているものがあります。で、まあ、これ今回どうして買ったかというとですね、やっぱトライタンがどうしてもいいという方が、まあ、いらっしゃったので、ちょっと私が代行して、購入させていただいて、ついでに、まあ、私自身も興味があったので、こちらのトライタン製のエアロプレスだとか、あとこのビッグサイズのも、まあ、以前から気になってましたので、一緒にアメリカの方で購入をしてみました。まだ日本では未発売なんですけども、まあ、日本の代理店さん、まあ、もし需要があれば取り扱っていただけると思います。皆さんもしご希望があれば、まあ、お声を、コメント欄とかにご記入いただければ、まあ、総代理店の方にお伝えしてご検討いただけないかなというふうにも考えております。今日は、トライタン製のエアロプレスのご紹介をさせていただきました。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。